こちら、3ヶ月に及ぶダイエットをしていたわけですけども、ダイエット中はお菓子を禁止してました。やっぱりカロリーが高いからね。でも、甘党の私としてはどうしてもその甘いものが食べたくなる時があるんです。そこで考えたのが、カロリーの少ない寒天ゼリー。簡単に作れた方がいいので、こちら、粉寒天というものを使用して作りました。この寒天というのはカロリーがほぼゼロに等しくて、あと最も大事な食物繊維。食物繊維が多く含まれております。食物繊維は便秘にも良かったりとか、あとね、なんかこれ食べて変わったことというと、なんかお肌の調子が良くなったり、寒天ゼリーの作り方なんてむちゃくちゃ簡単なんだけど、とりあえずご紹介。給食分作ろうと思います。まずは寒天粉を混ぜる液体を用意するんですけども、まあジュースで何でもいいんですけども、私はアクエリアスを使っています。1食あたり、100ml っていうことで、まあ、給食分だから 900ml だね。そんだけ、注いでいきます。よし。そしてあとはこちら、粉寒天を混ぜます。だいたい 900ml に対して、分量は 6g ぐらいかな。まあでもこれ、お好みで、ちょっと固めがいいとか柔らかめがいいとかで、分量適当に変えてください。よく混ぜましょう。あとは火にかけていくだけなんですけども、どうしてもね、その粉寒天って、弾力がね、ないんです。そこで、私はこんなものを入れてます。じゃじゃん。こんにゃく畑。これをね、まあ、僕300ml あたり1個入れてるんですけど、これを入れるだけで、そのこんにゃく畑独特の香りがつくし、なんかその、ちょっとした弾力がプラスされるんです。このグレープおすすめ。あとはじっくり火にかけていきましょう。沸騰したら火を弱めてください。そして2分間煮詰めましょう。はい、2分間煮詰めたら容器を用意して、あとは均等に入れていきましょう。半年寒天ゼリーを作って分かったのが、手早く冷やさないと、なんか食感がボロボロになります。だから素早く冷やしましょう。あとはある程度固まったら冷蔵庫で冷やしといてください。冷蔵庫で2、3時間冷やして出来上がり。いや、非常に簡単です。さて、こんな感じに仕上がりました。ちゃんと固まってますね。いつも通りの味。やっぱこんにゃくゼリーが効いてる。甘いもん好きのダイエッターには寒天ゼリーおすすめです。以上、ちょっと簡単すぎましたが、寒天ゼリーの作り方でした。